中年オタッキーです。今日はまず最初にね、いつもね、オタッキーは自家現像の話とかをしてますけどもね、ドリームロコモーティブ様からちょっと連絡が来ましてね、ちょっと紹介します。お疲れ様です。カメラの山屋さんで自家現像の手順を分かりやすくまとめた本が販売されているので、ぜひ動画で紹介してください。ゆるねが世界で一番知識の低い自家現像の本。価格1100円。発送希望の方は送料プラスで対応してくれます。内容は写真付きで必要機材の説明から現像手順、フィルムスキャンや廃液の処理方法、おまけでコーヒー現像なども紹介しています。よろしくお願いしますということですね。これね、自家現像をやりたいけどね、踏みとどまってる方っていうね、まあ、入っていけてない方ね、ビビってね。そういう方がね、見たら参考になると思いますのでね、お近くの方はぜひね、カメラの山屋さんに足を運んでいただければと思います。で、一応ね、郵送でも、販売してくださるということですので、気になる方はカメラの山屋さんまでご連絡いただければと思います。連絡先の方は一応ね、説明欄の方にね書いておきますので、まあ、興味がある方ぜひぜひチェックしてみてください。はい、今日はこんな感じで始めていきますが、はい、今日はねカメラ紹介ですね。コニカオートリフレックス T っていうカメラでね写真を撮ってきました。はい、それでは動画スタートしてまいります。はい、今回紹介するね、この コニカオートリフレックス T なんですけども、もう1年ぐらい前にね、ノリさんから提供いただいたカメラとレンズになります。レンズはね、コニカヘキサノン 50mm、52mmF1.8、まぁ、AR マウントってやつですかね。これ、コニカバイオネットマウントってやつになるんですけど、一応バイオネットマウントなんですね。5群6枚の構成のレンズでありますね。まあ、1.4 が高級版で、1.8 はま、廉価版ということになるんですけども、おたきは以前からも言っておりますようにね、解放紙が明るければいいっていうわけじゃないっていうね、紹介の仕方をしております。で、データなんですけど、これね、海外のカメラなんです、実はね。多分なんですけど、コニカ FTA の海外輸出バージョンではないかと思う。ほぼ同じなんですよ。ちょっとだけ違うんですけど。で、海外のサイトで紹介されておりますので、紹介していきます。1968年から70年、コニシロクコーポレーションジャパンで生産。フィルムタイプ135、画像タイプ24から36、24×36。重量がね、737g ですね。本体のみということですね。フィルターサイズ 55mm はこれ 1.4 のレンズのことかな。シャッターがね、ハイシンクロコパルスクエア S ということで、金属焦点面ということになっております。で、露出系はね、中央部充填式 TTL デュアル CDS 速攻。マッチニードル付き、マッチニードルはおそらく AE のね、やつなんじゃないかな。んで、ISO 感度が25から1600ですね。まあ、そんな感じだと思います。オートレフレクス T はコニカを一眼レフレマップにしっかりと配置したカメラです。これもうね、翻訳ソフトなんでぐちゃぐちゃですね。しっかりした信頼できる洗練された完全な手動または EE 自動露出。伝説のヘキサノンレンズ。彼らは以前にいくつかのデザインを持っていましたが、オートレフレクス T は彼らの大ヒットであり、今日でも使用されています。ということなんですが。まあ、海外のサイトで紹介されていることでね、まあ、海外に輸出するバージョンのカメラだったということがよくわかりますね。でね、今回、まあ、カラーネガフィルムで撮ってきてね、まあ、カラーネガを装填するとね、オタッキーは撮影に非常に時間かかるんです。それでまあ1年間ということなんですけどもね、この、コニカヘキサノン 52mmF1.8 ってレンズは以前白黒で試写したことがあったんで、同じように白黒で撮るのも面白くないなと思って、今回はカラーで撮ろうと思ってカラーで撮影していたんですが、ちょっとね、蓋を開ける事故があって大半の作例が消
消えてしまっております。で、今回ちょっと作例が少なくなってしまってるんですけどもね、もうコストかかってるんでね、止めらんないという時間もかかってますしね。まあ一応ね、秋撮った写真は全滅してしまったんですが、春撮った写真が生き残ったんでね、ほんのちょこっとなんですけどね、作例を紹介していくんですけども、まあ使ったフィルムがね、コダックゴールド200ということで、まあ旧用のねネガフィルム、買った時はまだね1本460円ぐらいだったんですけど、今1400円ぐらいしてるのかな本当にね、いい加減にしろ、値上げ幅いい加減にしろって感じなんですけどね、撮ってきました。で、天気のいい中ね、桜、まあ、ソメイヨシノがメインですけど、撮ってきた作例になっていきます。ここからはね、作例紹介になっていきます。コニカヘキサノンのね、カラーのね発色、まあおそらくね時代的にはモノコートとは思うんですけどね、どんな色が出るのかということで、ここからは、作例になってまいります。はい、作例なんですけどもね、まあ桜が見事に映っておりますが、青の部分はねちょっと懐かしめの色に出るんじゃないかな。でね、これ F8 まで、全部 F8 まで絞ってるんですけど、背景ボケは非常に美しいです。で、ちょっと引くとね、もう完全パンフォーカスになりますね。52、比較的被写界深度深めのレンズになるのかもしれませんが、ちょっと今回開放で撮ってないんで、そこははっきりしないんですけどもね。まあ、この写真を見ると青の発色は比較的素直なのかなと思います。で、強い光を入れた感じなんですが、そこまで弱くもないですが、この写真を見るとやはりちょっとねゴーストフレアは発生するように思いますね。コントラストもやや低下しているようにも見えます。そんなわけでね作例が少なくてすみません。まあこれね、この手のカメラ、このヒンジをね引っ張って開けるっていうタイプなんですね。で、引っかかって開けることが多いんで注意が必要なんですけども、今回はやってしまいました。ほんのちょっと引っ掛けただけで開くんでね、注意が必要です。シャッターの音はねものすごくてね、コパルスクエアらしさが出てますね。これ15分の1だった。ガチャコーンって音がしますね。まあ、コニカのね、一眼レフカメラ、この当時のモデルは大半がこういうね、コパルスクエアのガチャコーンって音になるんですけどもね、シャッターはとにかく頑丈に作られておりまして、まあ、ちゃんと動きさえすればね、どっかがね、破損してさえなければ、ちゃんと動くと思いますが、一応ね、動かなくなってる個体もあるみたいですね。ちょっとね、それは後日ね、出てくると、動画に出てくるとは思いますが、そのうち出てくると思います。で、まあこんな感じでね、まあちょっと変わったバイオネットマウントなんですね。パッと見スピゴットかなって一瞬思ったりもするんですけど、実はバイオネットマウントです。まあ非常に重たくてね、重厚感のあるカメラになります。まあ工芸品というレベルのね作りになっておりまして、おそらくはハンドメイドになる、時代的にねハンドメイドになるんじゃないかなと思いますね。ちなみにね、FT8 の差なんですけど、これね、シャッターロックが、ロックスイッチみたいなのがあるね。あとね、AE のところのなんかスイッチがこっちにはないんだな。で、レンズの方を EE に合わせるとシャッター優先 AE が使えるみたいなんですが、もうタッキーはねそもそも電池も交換してないんで、露出系これ動いてませんので AE は使えないです。まあもしかしたら電源入るかもしれないんですけどね、もうどうでもよかったんでどのうち AE 使えないんで、まあ、この時代のカメラってね、絞り優先派とねシャッター優先派に分かれるんですよね。で、それがね解消されるのが、ミノルタ XD が出た時、両優先ですね。ミノルタ XD どっかあったと思ったんだよな。はい、これミノルタ XD ですけどね、今 ND50mmF1.7 がついておりますが、このカメラが多分両優先っていうのは初めてになるんじゃないかな。シャッター優先も、絞り優先もね、両方搭載しているんですけども、このカメラが出るまではねシャッター優先がいい、絞り優先がいいっていうね論争が多発したんですね。どっちかしかできないし、そのメーカーで選ぶということになるのでね、そんなわけでね、このカメラはシャッター優先 AE、まあ、シャッター優先 EE を搭載していたわけなんですね。で、オタッキーの考えなんですけど、
シャッタースピードが遅いこの時代のカメラではシャッター優先 EE が良いと思います。絞り優先 AE よりね。まあ、条件にもよるんですけども。まあ、なぜかというとね、AE を使うときっていうのは基本的にその開放に従うっていう人が多いと思います。で、絞り開放で優先 AE、絞り優先 AE を使うと、だいたい露出オーバーになってしまいます。シャッター速度が足んないんですね。ISO100 とかのフィルムを入れるとね。で、開放で撮りたい。できるだけ開放に近づけて撮りたいっていう時に、1000分の1の優先で切ったらね、一番開放にしてくれるっていう。そういう考え方からいけば、シャッター優先 EE がいいような気がします。ただ、絞り8で撮りたいっていう場合は、絞り優先 EE が使いやすいかな。まあ、難しいとこですけどもね。まあ、簡単な方法はね、どっちかっていうと、絞り値が8になる位置にシャッタースピードを合わせて引いて撮るみたいな。なんて、何のことか分かんないかもしれないですが、まあ、そういう撮り方でもいいんじゃないかと思います。まあ、マニュアルで撮るのがね、この時代のカメラは一番スマートに撮れるんじゃないかなと思いますね。はい、そんなわけでね、コニカ、オートレフレックス T の紹介でした。まあ、このカメラね、一応流通はありますが、結構高値ついています。そうですね、中古カメラ店だとね、安いもので8000円、9000円。高いものはね、レンズ付きで3万円を超えていく値段になっております。結構高いんですね。まあ、ジャンク扱いで安く転がってたらラッキーかなと考えてください。欲しい方はぜひということなんですけどね。ちなみにね、オタッキーの動画はなぜかコニカのカメラを紹介すると再生が伸びません。なんでだろうね。コニカファンの人、ぜひぜひシェアをお願いします。はい、そんなわけでね、今日の動画はこんな感じで、ここからは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日のトップバッターのりかずさんですね。お疲れ様です。先日トラブル持ちのニコン F601QD で撮影した写真を投稿しましたが、懲りずに同じ F601 で撮影してきました。1枚目のタイトル、明治人の声が聞こえる。2枚目が31番ホームはこちら。カメラキャノン F601QD、 レンズズームニコール、3570F3.3 から 4.5、 フィルムはフィルムローダーに残っていたケントメア100、ひょっとしたら期限切れかもしれません。SPD50% 希釈、24度4分45秒、2枚目が20度6分30秒のはずでしたが、フィルムの現像し終わって温度計をテーブルに置いて30分、いつまで経っても24度から変わりません。温度計が壊れていたようです。ということで、現像液の温度がまるっきりわかりません。現像が失敗する原因はこれなんだと、その時初めて気づきました。長いことやってるとこんなこともあるんですね。よろしくお願いします、ということなんですが、比較的ね、普通に仕上がってますね。まあ、このね、ケントメアってね、案外許容範囲広いんだな。よっぽどの加減像にならない限りは大荒れはしないんですよね。それがケントメアのいいとこでもありますが、悪いところでもあったりするんですけど、はっきりした結果がわからないというね。ちなみにこの時期は温度を測るのは一本目のみで、二本目は測らず流れで20度ぐらいだろうというので、今までうまくいってたんですが、これからは毎回測ろうと思います。まあ、毎回測った方がいいと思います。はい、のりかさん、ありがとうございます。次はフィルムクマさんの投稿ですね。また投稿させていただきます。お題は白爪草です。カメラマミヤ M645、 現像液はイルフォード ID11 の4倍希釈、処理時間は13分です。フィルムはアリサエリウルトラ200を使ってます。ちなみに現像には先日ご紹介いただいた現像くん2号を使ってます。これまで投稿させていただいた写真もオーバーも含めて全部現像くん2号で処理をしています。当列各案での現像と比較して流浄感は少し心配なポイントですが、他のメーカーのフィルムを試す機会があまりなかったので、今度はイルフォードの FP4 プラスあたりで試してみようと思います。作品なんですけどもね、まあフィルムがでかいんで流浄感は目立たないと思うんですが、あ、でも結構出てるかな、結構出てるような気もするね。フィルムのフォーマットの大きさの割にはちょっと流浄感は出ているような気もするぞ。ちょっとわかんないですけど、なんか比較するやつが欲しいですね。比較する方法。なんと比較したらいいかはちょっとわかんないですが、作品自体は素晴らしいと思います。フィルムクマさん、ありがとうございます。次は津山ののりさんの投稿ですね。
久々に送らせていただきます。作品投稿のコーナーと、お願いします。組写真で3枚です。覚えていらっしゃるでしょうか。セレンの動きが悪く、セレンに懐中電灯を置いて、セレンにカツを入れたキャノネットジュニアにアクオス100を詰めて、高橋の神楽橋にあるスサノオノミコトとクシナダヒメノミコトを取ってきました。セレンにカツを入れたつもりですが、今一つ露出が合わないようです。あ、タイトルはそのままで。もう一枚、忘れ去られた流行というタイトル。これタイトルはね、組写真は一つでお願いします。奥津町の、これ、篠田ダムっていうのは 何ダムだろう、のダムの駅入り口のモニュメントも送ります。ということで3枚なんですが、まあ全体的にね、露出はアンダーです。写りはね、非常にシャープなんですが、まあ、完全にアンダー写真になってますね。まあ、セレンにカツを入れても、まあ、戻らないというか、やっぱセレン交換するしか方法はないんですけど、まあ、これは、マニュアルでは撮れないんですよね。キャノネットジュニアマニュアルでは撮れないんで、フラッシュモードになってしまうのかな。なんかね、セレンも交換しようにももうないよね。特にキャノネットジュニアサークルアイなんでね。で、組写真はね、バラ写真と違って3枚 OK なのはタイトルが1つなんだから、1つだからですね。ていうか、組写真で1枚1枚タイトルっていうのはないです。はい、そんなわけで、つやはのりさん、ありがとうございます。ね、結構で、ね、最近ね、多いんですよ。3枚組写真でお願いしますって言ってね、1枚1枚にタイトルつけて来られる方いるんですけど、それは組写真ではない、バラ写真になってしまうんで、バラ写真がタイトルが1枚ずつ。で、組写真は3枚1組なんでタイトルは1個になります。今後、徹底をよろしくお願いします。ちゃんとね、説明欄の方ね、このチャンネルの概要欄の方に、説明書いてありますんで、参考にお願いします。次はね、 LP500S さんの投稿です。おたきさん、こんばんは。お疲れ様です。久しぶりに写真投稿お願いします。カメラニコン DF、 レンズカールツアイスプラナー 50mmF1.4、 撮影場所近くの公園。カールツアイスプラナーようやく手に入れ、ニコン DF で初試し撮りした作例を投稿します。野良猫が昼寝中にシャッターを切ったところ、シャッター音に起きたところ、もう一度シャッター切りました。ピントが甘いですが、よろしくお願いしますということでね、作品なんですけどもね、これお尻にピントが来ちゃってるんだな。まあ前ピンってやつなんですけどね、マニュアルフォーカスのレンズなんで、ピントはしっかり合わせてから撮るということなんですが、まあ動きもあるので、ちょっとね、難しかったとは思います。ちょっと惜しかったですね。はい、LP500S さん投稿ありがとうございます。次はね、キャラブキさんの投稿ですね。こんばんは。今年の桜をポジで撮りました。ようやく現像から帰ってきましたので、2枚よろしくお願いします。1枚目、宇都宮タワーと桜。カメラキャノン QF1、 レンズ FD3570 F2.8 から 3.5、 フィルムはベルビア100。2枚目、青とピンクと黄色、その他1枚目と同様、データは1枚目と同様ということですね。作品なんですけどね、ベルビア100にしてはちょっととおとなしめの発色にも見えるから、ほんのりオーバーだったのかもしれませんが、色はまあまあいいですね。普通に写っております。2枚目もそうなんですけどね、ややおとなしめの発色に見えますが、これは空がちょっと曇りがちで光が弱かったのかもしれませんね。まあどちらもね、ポジということで鮮やかに写っておりますね。ベルビアはね、サイドが高めに出るんですけども、まあちょっとだけアンダー目に撮った方がね、ポジはね、美味しい色が出たりするんですが、また参考にしていただければと思います。はい、投稿ありがとうございます。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラのコーナー、今日の俺のカメラは一都市九さんの俺のカメラです。俺のカメラに送ります。ニコン W300 コンデジ、撮影カメラオリンパス OM30、 随行 50mmF1.4、 アグファ APX100 で撮られております。モノクロの作品なんですけどもね、もうちょっとね、周辺を整理してカメラのかっこよさを引き出したかったところ、光は良かったんですけどもね、まあアグファ APX100 ということで、この調子だと現像時間がほんのり長かったのかもしれないかな。やや中間色に見えないこともないですね。どうだろう。
もうちょっと締まっててもいいような気もするけどな。露出かもしれない。ちょっと難しいところですね。一度四球さん投稿ありがとうございます。またお願いします。ここからはね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。やったやっちまったコーナー、今日はねポンポコさんの投稿になりますね。おたきさんこんばんは、今日はやったのコーナー投稿します。100均ショップのセリアでいい材料を発見したので、ミノルタアルファシリーズのグリップ修理してみました。スライドスイッチのついた盛り上がり部分も髪型を制作して数回トライしてたところ、ぴったりフィットして全く違和感のない仕上がりです。嬉しくなって 7700i と 507SI も修理しちゃいました、ということでね、このね針側って言うんですかね、全く同じの僕も使ってます。僕もね 507SI とね、あとオリンパスワイドか、に使いました。全く同じやつです。結構ね感触がいいんですよね。まあフェイクレザーなんでね、寿命はそこそこ短めだとは思いますが、全然使えるものなんでね、もし使いたい方がいらっしゃいましたら、まあ100均のセリアね、セリアの方に GO って感じですね。ちなみにセリアはね、ちょっと分厚い革本革も売ってますので、そっちの方がね、ミノルタのね、グリップには良かったりするパターンもあります。ミノルタのグリップでね、薄いやつもあれば、分厚いやつもあるんでね、分厚いやつに貼るのには、分厚い革もいいんじゃないかなと思いますが、分厚い革は加工が結構難しいです。そんなわけでね、今日の動画は終わっていきます。いかがだったでしょうか。ね、このね、ところね、今日もちょっと雨降ってるんですけど、全然ね、写真が、取り進んでないんだな。ちょっと困ってます。一応ね、今週と来週分一本ぐらいは動画のネタ確保できてますんで、次のさ、次の動画は、ニコン F3 にね、ウクライナのね、アストラムのフィルムをね、装填して撮ってきた写真を紹介していこうと思います。アストラムフォト100っていうフィルムに撮ってきました。なかなかいい調子に出ますよ、このフィルム。アストラムね、今は多分作ってないと思うんですけどね、戦争やってるんでね、戦争が終わったらバンバン買いたいところではあるんですが、果たしてちゃんと残ってるのか非常に不安ですね。で、戦争終わんないですね、大体ね。あれどっちかがね破滅するまでやるような気がしてきました。まあロシアは破滅はしないと思うけど、国としては成り立たなくなっていくんじゃないけど、ウクライナちょっと悲惨なことになってますよね。国民総出で総力戦をやっているような状況になりつつあるんで、なんとかしてほしいとこですね。国連のね、グテーレスさんがロシアに行ったみたいなんですけどね、プーチン君はもうね、年寄り子供になっちゃってるんで、説得は無理だと思いますね。誰かなんとかしてほしい。スーパーマンでも現れないかなってことで、まあ、そんな感じで、まあ、笑い事じゃないんですけどね、ほんと終わっていきますが、戦争はほんとなんとかしてほしいところです。あとね、日本に攻めてくる可能性もちらほらね、出てきてるんでね、本当に勘弁してほしいですね。まあそんな感じでね、動画終わっていきます。コメントの方がねちょっと溜まってしまってるんですがね、ここのとこ講師ともに忙しいので申し訳ありません。最終的には全部返していきますんで、この動画をね、見た方も何か感じたことありましたらコメントの方よろしくお願いします。高評価はいつも言ってますようにね、もうポチッと押すだけなんでね、ポチッと今すぐ押してください。チャンネル登録まだの方ぜひぜひチャンネル登録お願いします。英語字幕版付きね、のチャンネルの方もね、説明欄の方にリンク毎回貼っておりますので、そちらから飛んでいただければね、チャンネル登録していただければご協力をお願いしますということで、よろしくお願いします。はい、今日の動画はこんな感じ。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。